ハム・ウンジョンは、韓国の女性アイドルグループティアラのメンバーであり、女優。ティアラのメンバーとしては、ウンジョンと使い分けている場合が多い。幼少期から演技の経験を積み、KBS ドラマ、新世代報告大人たちはわからないをはじめ、多数のドラマ、映画に出演している。2009年に、ティアラのメンバーとして、歌手デビュー。幼少時からバレエを習い、 公認三段のテコンドー有段者でもある。1995年、ドラマ、新世代報告大人たちはわからないでデビュー。その後、映画、マドレーヌ、名家の娘ソヒ、英雄時代などに出演した。2009年、女性歌手グループティアラのメンバーとしてデビュー。2011年には、映画、ホワイト、呪いのメロディーで、初主演を務めた。 2010年12月25日転倒し、左膝人体帯を損傷。2011年11月14日午前4時頃、ドラマの撮影中、馬の手綱を話して、落馬事故があった。2011年12月31日 MBC、火曜大祭典で、ステージ移動中、ステージから落ちて、左足足首人体帯破裂。 2012年1月24日午後11時50分頃、帰宅途中雪道で転倒し、左膝の室外骨骨折をする。グループとしての詳細は、ティアラを参照失踪に主演ソニョン役ティアラのウンジョン。音楽の道を立たせた母親に申し訳ない。中央日報2011年11月28日、閲覧。ティアラのハムウンジョン。 今年初ホラークイーンに挑戦 inolife.net 2011年11月29日閲覧。日本進出ティアラ、目標は、オリコンチャート入り中央日報2011年11月29日、閲覧。 クルニューズハ<タ>ット http コロンスラッシュスラッシュニュース .kstyle.com スラッシュアーティクル .ksn アーティクルナンバーワン95万 259http コロンスラッシュスラッシュニュース .kstyle.com スラッシュアーティクル .ksn アーティクルナンバーワン95万195 19 19休みのくはらの代役として、諸民に頼まれ出演。 ありがとうございます。